詐欺確定しました。詐欺確定しました。どうも、グリフ独身50代友達、本日もよろしくお願いいたします。詐欺確定しましたよ。マッチングアプリでの詐欺。いやー、今時間がですね、これ深夜の12時半ですけれども、12時過ぎぐらいですかね、まあね、ちょっと LINE をやってたんですよ。あの台湾人の美女と、あの美女ですよ、多分台湾のおじさんだと思うんですけどね、その人と LINE をやってたら、まあ、毎日毎日来るわけですよ。それで内容的に今日はですね、何してましたかって、私もまともに返すわけいかないので、適当に SD カードとか買い物してましたって、服とか入れたんですよね、適当に。だから向こうも買い物してました。で、友は趣味何がありますかっていうことで聞いてきまして、向こうも必死ですよね。で、向こうはですね、旅行とか温泉とか、まあ、ありきたりなことを並べて、その最後に やっぱりですね、外国証拠金取引のこと、外国為替短期取引売買に興味もありますかっていうふうにコメントが来たんですよ。あ、コメントって、あ、ごめんなさい、 LINE がそういうのが入ってきたんですよね。で、ちょっと内容を上げておこうと思うんですけれども、私前回お話ししたと思うんですけれども、お金にまつわることが出ればもう 100% 詐欺ですから、ああやっと来たなと思ったんですよ。それも短期売買を進めるような FX のスキャルピングっていうんですかね、デイトレじゃなくてもっと短いスキャルピングみたいなことを進めるような、あの一言があったので、で、ああやっぱりこれは完璧に詐欺だったんだなっていうのが分かりましたね。いや、でもいい経験できましたよ。国際ロマンス詐欺、めったに経験できないですからね。私本当にいい勉強をしたと思いました。ただ残念なのがですね、いろいろこう、私こう YouTube バーッと見てましたら、大体ですね、数週間から数ヶ月ぐらいやり取りがあるはずなんですよね。私なぜかですね、3日で切られました。3日で、3日でいきなりお金の話されて、それで私はもうすぐブロックですね、ブロックして終わりっていう形になりましたね。それが向こうもやっぱり早いなと思いまして、っていうのも私があの出会ったそのマッチングアプリ、じゃあこれ通報してやろうと思って、その LINE が終わった後にすぐ見たんですよ。あれ、いいねもらったり、まあカップルですね、カップルになったらその履歴残るんですよ、いつでも見れるような。それをそのページに飛ぼうと思ったらもう消えてましたね。めちゃめちゃ早いですね。いやー、そのあたりは本当感心しました。仕事の速さに、すごく感心しましたね。まあ今回はですね、明らかに写真が美女だったんですよ。こういった美女の写真使ってましたから、最初の段階から私は疑って、だってありえないでしょ、52歳無職独身、まあ、来るわけないんで、あ、これは詐欺だなっていう風には感じてたんですけれども、まあ、実際こう詐欺というか、そう詐欺をする目的でこう対応されて、本当にいい経験できましたね。まあ、内容的にもですね、異常にしつこかったです。毎日毎日何してますかとか、何を食べましたかとか、そういう何気ない日常会話を続けて、最終的にはやっぱりそのお金の話に持っていく。で、 FX とか興味ありませんか、私やってますよっていう流れで、で、いいのがあります、海外では儲けられますよっていう話持っていくんですよね。それで私もやってるので信じて送金してくださいって言って、お金を入金したら、そこってもうおじゃんですよね。お金はパーってなりますよね。まあ今回は東京の人だったので、で、多分まあ実際東京だと思うんですよね。だからそのまあ入金も国内入金になったかもしれないんですけれども、まあお金の話を早くしてもらってよかったですね。まあ、個人的にはですね、1ヶ月ぐらいは楽しみたかったんですけれども、思ったよりも早かったですよね。早かったので、あーと思っちゃいましたね。明日からこれどうしようって、友達いなくなったよって、友達いなくなったよっていうふうに思いましたもんね。
まあ、今回は本当にいい勉強になりました。そして実際にですね、マッチングアプリにはそういった類の人もやっぱりいらっしゃるんだなっていうふうには感じましたね。やはり私が個人的に今回経験して、その見分け方っていう言い方おかしいんですけれども、まず向こうからいいねが来るのはおかしいですよ。それも比較的お美しい方ですよ。まあ顔がどうのこうのって言っちゃダメなんですけれども、明らかにモデル並みの写真を使った人がいいねを送ってくるって、これありえないですからね。その段階でまず疑うっていうのは必要ですよね。私疑ってましたよ。当然。いや、もうちょっと待って、これ多少はありえるなっていうふうにもちょこっと考えましたけれどもね。でも実際ありえませんよ。そういうのはありえませんよ。だからまずパターンとしては、そういう美人の写真を使って送ってくる。それで、あと 文章の中、やり取りする中で、写真の交換しませんかって来るんですよ。で、私この写真あげたんですけれども、ただ向こうも写真送ってきましたけれども、この写真、多分悪用されますよね。これはちょっとまずいなと思いました。で、私 LINE の ID も教えてるんですけれども、 LINE するために、まあ、LINE の ID ぐらいはいいんですけど、ブロックすればいいんで、ただこの写真はちょっと悪用されたら困るなと思いましたね。だから皆さんぜひ注意してください。マッチングアプリ、今は本当にまともになってますから、前回も言いましたけれども、免許証が必要だったり、そういう自分を証明するものを写メ撮って送らないと、その有料会員にはなれませんから、そういう意味では本当にきちっと今マッチングアプリしてるんですよね。以前のように野放しにされてるような状況じゃなくて、きちっとしてますから、その点は安心していいと思うんですけれども、まあどういう形にしろ、どういうセキュリティを保とうとしても、そういう詐欺集団っていうのは入ってきますから、これはもう明らかに詐欺があるっていうふうなことを念頭にマッチングアプリをするっていうのが必要ですよね。まあ私ちょっと思ったんですよ。私のこの写真、これですか、悪用されたとしても、冷静に考えて、私 YouTube で顔出してますから、この顔をこのスクリーンショット撮って何もでも使えますよね。だから、あ、同じだと思ったんですよね。まあいいかっていうふうに思ったんですよね。まあこの私の顔を出して、あ、この人いいねって、いいねを押す人いないと思うので、まあ、向こう詐欺集団にしてはとしては、まあこいつの写真カットするかっていうふうにはなると思うんですけど、破棄するかっていうふうにはね。まあ本日は以上です。まあ深夜やっと結論が出て、これからぐっすり寝ることができそうです。本日は以上です。無職独身50代ともでした。失礼します。有料会員まだ残ってますから、マッチングアプリはまだやります。失礼します。